え、どうもみなさんこんにちは、ミネットです。さあ、飛び盛り実況続きやっていきましょうなんだけど、なんか特に収録するつもりなく起動したらですね、急に本場さんに話しかけられたので、ちょっとね、飛び盛りやっていこうかなと思います。あ、ミネット様ちょうどよかった。突然すいません、ハッピーホームアカデミー本部より大事なお知らせを持って参りました。どうですかなお家は完全にご自分のものとされた感想は最高ですね。これで一層、 ねえ、余裕を持ってインテリアの世界を楽しむことができますね。さて、すべての増築とローンを完済されたミネット様は、これよりリップ会員様となります。リップ会員になりますと、専用の審査プランを受けられるようになりますのでね。本日はその案内に伺ったのでしょうか時間はよろしいでしょうかしょうがねえな。ありがとうございます。それではご説明にいたします。リップ会員のミネット様は、外観エクステリアも対象にした専用プランに挑戦することができます。外観エクステリアってもう変えただけだよね。 審査のの基準にされんのマジかよじゃんその名も「テーマチャレンジ」えーとですね従来の審査でお部屋のインテリアを総合的に評価してきましたがテーマチャレンジでは一つのインテリアテーマをどれだけ表現できるかに挑戦することができますこれまでの評価と大きく違う点は外観エクステリアが対象になることとインテリアテーマに沿った家具にしか点数がつかないことですねだるそう素直にだるそう インテリアテーマの表現度、生活必需品とお部屋の清潔感。以上3つの基準に沿って審査を行われますので、得点は今までと全く別のものになるでしょう。マジかよー。えー、俺1万点しかないんだけど、この家で。その状態でさらに上級者になるっつうのか、結構無理じゃねいやー、うーんああー、チャレンジしてみるか。 おざすがですね、了解いたしました。それではミネット様の目指されるインテリアテーマを選択してください。なんだこれなんだこれメルヘンとかある。ホラーとかある。アンティークナチュラル。いや、いやいや、一旦、一旦置いとこう。この、この件は一旦置いとこうぜ。まあ、ということがありましてですね、ちょっとね、あの、ハッピーホームアカデミーの審査を狙っていこうかなと。 こうなんか点数が最高で15万点以上取れるらしくって、ちょっとね、15万点以上狙っていこうかなと思いますけれども、なんか地下は審査基準に入らないらしくって、だから上と左と右と真ん中と、まあ奥側が基準になるらしいんだけど、実は左と右何もまだ家具設置してないんだよね。こっちと、こっち側。ちょっとね、もしもよかったらさ、 なんかリクエストあったらね、こういう部屋どうですかみたいなコメントしてもらえればなと思います。今んところ和室な部屋とレストランが一応あるから、それ以外で。で、一番の問題は真ん中な。真ん中なんとかしないとダメだわ、これ。どうしよっかな。さすがにこの状態ではなんともできんからな。ちょっととりあえず片付けて、で、この状態でいったん、 すごいなんかぐちゃぐちゃしてるよね。本当にダメだわ、こういう。なんていうの整理できない癖がね、本当に出てきてるんですが。よし、オッケー何もオッケーじゃないね。まあ、せっかくここまでアミーボカードで作っていったんで、まず、この洋風、今回は、この洋風な部屋と、この和風な部屋を強化していこうかなと思います。で、この動画にね、今回は、ちょっとあの、左の部屋と、右の部屋、 何にするかっていうのをね、コメントでちょっとアドバイスくれたらなと思います。思いつかないんだよな和室の部屋作って、レストランも作ったでしょあと何があるかなカフェとかでもいいんだよね。カフェとかも正直作りたいなって思ってるんだけど、まあ、ここはね、視聴者さんのあれに任せようかなと思っております。では早速、この、えー、和室の部屋とレストラン強化していきます。しゅ よーし、やっていきましょうか。結構なんかいろんなところから拝借してるんですけれども、えー、っとだな、もらったもの、中古のデータとかいろいろなところから、まあもらってるわけなんですけど、グラタン、鍋とかいろいろあってこれ、鍋とかをしっかり使ってったらなんとかなる気がする。電子レンジいる電子レンジ正直いらない気がするんだよな。なんか電子レンジ置くだけで安っぽさが出るよね。とりあえず鍋は、 とりあえず鍋は、ここに置くでしょで、これを、ここに置く。電子レンジいらなくないいるこれいらねえな。あの、この前さ、俺、虫ロブスターのことをさ、虫ブラスターって言ってたんだよね <laughs>。もう、それちょっとコメント欄でめっちゃ笑われたんだけど、これ虫ロブスターですね。虫ブラスターって言ってたわ。タッキー、どうかなで、冷蔵庫2個いらないなと。 思ってますここなんか欲しいよねここなんか欲しいなこれ電子レンジ置くか電子レンジを何かの上に置きたいんだけどこれね電子レンジを何かの上に置きたいんだけどその何かがないんだよな何かがないからどうしようもできないっていうのが正直ありますね炊飯器も置いとく炊飯器と電子レンジを何かの上に置きたいねここなんとかしないとダメなところだわちょとりあえずここに置いときます どうせこれ置いたら隠れちゃうけどね。どうせこれ置くことによって隠れちゃうんだから、何かしらこういう、こういうのが欲しいね。これは何とかしないとダメだな。これはもうタヌキちデパートに取り寄せてもらうしかないんで、まあ、この状態でいいかなと思っております。あとこれだね。あとここの部分。ここの部分は何とかします。おーし、和室な部屋に関しては結構なんか強化しないとダメだなみたいなところがあったので、 ししっっかかりやていきましょうか間違えたで、座椅子をね座椅子をしっかりとここに置いていく座椅子、座椅子すごくねこれもう一個欲しいわこの座椅子これって取り寄せたら手に入るんかなアンドンってなんだっけあーこれ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 をね自慢したかったこれよくないこれ置けない置けないのかアンドンは さようか。じゃ、ここら辺に置いとくか。これめっちゃいいんだよ。このアンドンってやつが。すごい雰囲気出る。これするだけで。変わるなぁ。じゃあ変わるのはいいんだけど、逆にここに置くものがなくなったぞ。で、この座椅子をね、座椅子が2個あるので、3個か。でこの座椅子をしっかりと、こうする感じ。で、こっち側に座布団。座布団1枚と、 円座を飾っていくとこれどうすかねあと欲しいのがちょっとなんかいいのあったんですけれども床の間があったんだよね床の間あったんだけどなこの床の間難しいわこれ床の間の位置が悪いなっていうのが正直あるのでこれは悩むなあえてこのテーブルをこっちに持ってくるかこれ正直めっちゃ悩んでるところでこれ怖いな <laughs> これ怖いな今思えばこの床の間の横にテーブルがあるっていうのはちょっと落ち着かない感じするよねでこれ非常に悩むやっぱこっちかななんかこっちかなって感じするなこうがいいねやっぱりこうじゃないで床の間をバッチリ真ん中に真ん中に置くものなのかなこれは若干横な気がするけどまあいいかでこんな感じでどう おぉ、いいんじゃないバッチリじゃないかここ欲しいね。なんか欲しい。あと、ここもなんか欲しいな。もうちょい横ずらす、ずらしとくか。なんか若干寂しい気がするんだよね。ついたてを横横同士に置くっていうのもなんか変な話だよね。で、布団、布団いるか布団いるな。布団はいるな。布団の位置悩むな。布団の位置こっち行っとく。 あ、なんかこんな感じな気がするな、ワツの部屋って。どうですかね、これ。どうすか。なかなかいい感じにまとまったのではないでしょうか。でも、ここが若干寂しいかあ、待って、Wii U とか持ってきたらどうよーし、なんか子供が遊びに来たおばあちゃんの家的な感じにしようかなと思います。えー、っとですね、ニュース 3DS 静えをバッチリここに置いていく。 お、すごいなんか若干場違い感があるっていうかなんか周りの景色に圧倒されすぎてこのニュース 3DS ずえがすごい霞んで見えるねであと年越しそば持ってきたんですけど年越しそばえとの置物とあと年越しそばちょっと持ってきたんですけどこれをどかしてやっぱニュース 3DS ずえダメかないやこれ置くとこないな合格祈願持ち置いといて で畳のベッドも持ってきたんだけど、これもこれでどうかと思うよね。これやばいなーなんかもう無茶苦茶だなーやってることが結構無茶苦茶になってきたぞ。どうすかね、これ。これでどうですかなんか、いい感じに和室の部屋になったんじゃないでしょうかいや、なんかいい感じになったんじゃないほら。だいぶ和室っぽい部屋になったね。おぉ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。これもう一個欲しいな。 あれもう一個欲しいっていうのがあるんだけど、すっきりまとまったかなっていう感じしますね。え、というわけでですね、真ん中の部屋と、右の部屋と、左の部屋の、え、こういう部屋どうですかっていうね、リクエストお待ちしております。今回はこの辺で終わっておきましょうじゃあな